ウィス、どうも、ちはやです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。将来、寿司職人か、あるいは、ラーメン屋を営むかで迷っている中学生の方から相談をいただいております。ちはやが思う進路の考え方を動画の最後でお伝えしますので、興味がある方は、ぜひ覗いてみてください。それではこちらのコースから遊んでいきたいと思います。ちゃんとしたスピードラン。ちゃんとしてないスピードランも作ってんだろうな、きっと。そっちも興味あるな。ちゃんとしてないスピードランってどういうスピードランだろう。まあクリアチェックやってないとかそういう感じなんだろうね、きっとね。なるほど。いや、むずそうだな。おー、いけたー。え、で、今の別に三段ジャンプしなくてもよかった。うわー、わわ、危ねえ、生き残った。おふ、切り替える、さ、うわー。やめてくれよー。オッケー。うわー、危ねえ。作りがやらしいんだよな、基本的にな。左上のドアに繋がってると思うんですけど、そうするとでも、ドッスンが、ああ、大丈夫になってんのかな？おお、なってた。しかも、違ったし、三段ジャンプだな、これは。オッケー。うわー、うわー、ゴリラさん上かな？繋がってんのは。うわー、今度は三段ジャンプじゃなくていいんだ。走るだけでいいのかな？スターランになるっぽい。今度こそ上に繋がってて。え？補充スター。え？これスター取っちゃいけなかったんじゃない？鍵持ってこなきゃいけないっぽいんだけど。マスター補充。いや、じゃあ補充していくか。ねえ、補充させてくれんなら。ほい。やだな。スターがない。あった。え？やっぱこれスター取っちゃいけなかったんだよ。絶対間に合わないでしょ、こんな。え、間に合うの？いや、違う、間に合わないよ。ほら。うわ、そういうこと？このスターを取ります。このスターは一旦置いておきます。左に走っ、オッケー、ここしっかり決めて。で、このスターは多分取らないと間に合わなくて。オッケー、このスターを補充した状態で戻りますよと。で、表面のスターを取ってきてあることから、なんとか間に合うんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。はい、しっかりジャンプ決めて、クルン一回入れて、戻っていく。間に合うかな、これ。なんとか間に合いましたね。オッケー、スタートって、鍵ど、時間足りないの？え、俺どっかで詰まってたか？鍵ドア入ったらゴール手前だけど、こっから3秒くらいはかか、あ、いやでも下開いてんのか。1秒くらいか。びっくりした。もう何一つミスすることなくこのまま行くわ。まっすぐ突っ切る。最短ルート通ります。自分が思う最短ルートをどんどん行くわ。それで、時間をどんどん節約していく。OK。いいよ。まず一つね。今ので結構短縮できたと思うんですよ。で、これが左のジャンプだよね。三段ジャンプ。はい、はい。OK。で、次が左に走る。三段ジャンプ入れといて、ここ走った方が早い、ここジャンプ入れた方が早いで、ドア。うん。いけてると思います。今ちょっと詰まっちゃったけど、まあ、あれくらいは大丈夫でしょう。36。そうだね。確か33秒とかで土管入ってたはずなんで、多分いけると思う。スター取る。ここのスターをスルーする。しゃがみでいく。ここでしゃがみでいく。ここも一気にいけたらいいんだけど。あぶねえ！スター補充。ここ残しといた方がスターに余裕が生まれるはず。けどちょっとロスがあったんですよね。鍵回収の時に。それが果たして大丈夫かどうかちょっと不安。ただかなり時間は余してきてると思う。残り8秒ある。8秒か。いや、いけるな。ほい。いける。あと4秒。あ、やべ、落ちちゃった。残り3秒。ああ、いや、めっちゃあるじゃん。めっちゃ余してきたじゃん。うわーい、ね、そりゃ。上でもゴールできるようになってんのか。やったー、クリアできました。ありがとうございます。これまたスピランでございます。最近スピラン多めなんですけど、あんまり苦情は来てないんで、スピラン結構いっぱいやっていきたいな。みんなでも動画見てるときスピランは別に見てんのきつくないよね、多分ね。いや、なんかスピラン以外も見たいなっていうコメントは食うのはわかってるんですけど、うわぁ！スピランは結構中心で、これからもやっていきたい。こういうこと？すげえ難しそうだな、このスピラン。うわぁ！これ、その森だけしゃがみくる。うん。あー、ちょっと詰まっちゃったけど。ファイヤー連打で打っていきます。はい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 。残していくんだよね。だよね。オッケー。で、デカ状態で滑りながら三段ジャンプ臭いと思うんですよ。おーほ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 ー。よし。
うわあ、惜しい惜しい。どうだ、壁キック、ク。なあ、やめてよ。ああ、もう。よし、オッケー。うお、ギリギリだ。今ちょっとジャンプ入れたから。オッケー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 。時間作れてる。うわあ、かぶれてなかった。危な、神回避。あー、まずいかも、これ。危ねえ。オッケー、稼げた。よしよし、稼げてる。入っちゃいけないやつだ、絶対。危ねえ、うーわー、危ねえ、決まった。おります。やばい、時間がなさそうだな、これ。あー、でもゴール見えたな。あー、いけるな。やったー、ゴールだー。お疲れ様でした。難かったー。画面外のね、一回上に行くじゃないですか。上の情報が見えないから結構感覚調整が難しかった。シンプルーってコースやるんだけど、これのクリア率が 10% の意味がわからない。そういうこと？届くの？これ届くんだね。これ勢いつけないとダメだよね。あ、全然届く。全然届く。全然届きましたね。失礼しました。これもまたむずそうだなぁ。ツタを登るだけ 5% のコースです。よろしくお願いします。ツタ登るだけじゃねえんだよ。めっちゃ難しそう。やってみます。いや、これはむずいでー。これいけるんだね、というか。まずマリオがどこまで行ったら落ちるかを確認しますね。マリオの帽子、そうだな、右足と左足のかかとの部分が中心よりどこまで行っていいかを確認したい。あ、こんなに行っていいんだ。ああ、了解了解。大体読めました、大体読めました。じゃあ、その感覚で行きます。あと、下か。下もどこまで行っていいかを確認なんだけど、あ、下は結構行けないっぽいな。下にはあんまり調整できないんだけど、右には結構行けるっていうことが分かってるので、これまだ行きますよね。OK。てか、これ不思議だな。完全に空に浮いてる形になってるよね。これでさ、ちょっと右上にジャンプして、ツタ掴まれるんじゃないかと思ってるので、やってみたいと思います。オッケー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 。で、下はそんなに行かなくていいんで、マリオの左耳が、このツタの丸っこい部分の中心くらいにあるような感じで調整してます。相当右まで行っていい感覚なんですよね。うん。まだ行けると思うけど、これくらいで多分。なんで？壁キックしたんだけど！そっちのが難しいだろうよ。天才か？おー、いいね。分かってきた。クルーンを入れると壁キックしちゃうんで、結構いっていい。マリオの左耳で調整してます。こんなもんだと思う。いや、まだいける、これ。オッケー。ほい、怖すぎー。まだいきます。怖いー怖い。これベストタイム15秒早すぎだろ、やばいな。もうほとんどポン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 言ってることになるぞ。すげーな。チートとか使わずにいけんのか、これ。調整とか入れずに。すごいなぁ。うわぁ、いいとこまで行って落ちたぁ。ん？今なんか変な挙動なかった？え？今見た？ちょっと一回試してみ。これいける？もしかして。うわ、いける今まで何やってたんだ、俺は。じゃあ。すげえ、これいけるんだ。知らなかった。ほら、ジャンプなしでいけるよ、これ。もしマリオメーカーに、ジャンプをしないでゴールっていう、そういう条件があったとしたら、このコース作れますね。で、15秒の謎も、ちょっと頷けるわ。あー、すげー。知らなかったー。これ、登りはできるけど、下りはどうなんだろうね。下りもいけんのかな？こちらツイッターでポチさんからいただいたコースになります。僕が作ったクソコースをやってみてください。初見殺し、トロールスピードラン。もうタイトルからしてやりたくないんですが。これはやらなきゃダメなんですか、俺。マジですか。あんまり見ないでやった方がいいな、でもね。よし、行こう。ちなみに簡単です。嘘落つ。絶対嘘落つ。
パン叩いちゃいけないとこある？そんなことないよね、さすがにね。こういうこと？わー！パン叩いて叩いて、この辺から行かなきゃいけないってこと？ドッスンかわして、ファイヤー取んなくていいんか？オフを切り替える。こうでいいんすか？あー、取られちゃった！取られちゃダメなんじゃないか？おー、大丈夫？とりあえず右に走る。どう入る？あー、ピー踏んだ！絶対踏むようになってんのか。あのね、時間足りないんすよね。でも上の土管入っても多分ここの土管に出てきてアウトだから、やっぱり土管にも入らなきゃいけないっぽいんだよな。時間が足りない理由は何だろう。初動？初動のブラックパックのとこで時間かかりすぎてんのかな。もっとポンポン行くか。ポンポン。で、ファイヤーはかわして、かぶって、右飛んで、かぶった状態で行くでしょ？でもこれ以上早いし、早く行きようがなくないか。あ、でもさっきここでちょっと沼ってたから。あぶねえ。残り2秒。おお、あったよ。時間あったよ。うわ、間に合わなかった。いや、左かな、これ。でも、左のどこに入れたとしても間に合わんくない？時間が。OK! これでいこう。これでちょっと早いはず。メットをかぶっとく必要は別にないんだよな。まあいいや。で、ここは、問題ない。あー、てか、スタート今10秒だったよね。ちょっと早いな。で、問題はここだ。OK! で、3秒で、左押しっぱ。残り1秒で、どう？いける？神キックでいける！イエーイ！僕は進路に悩み始めた中学2年生です。小さい頃から寿司職人に憧れていて、その道に進みたいと思っています。そして最近、ラーメン屋とかにも興味を持つようになりました。どちらにしても料理の道には進みたいです。しかし、高校は全く決まっておらず、ここに行きたいなというのもありません。こういう時、千早さんだったらどんな道を選びますか？例えば、普通科の高校に通うか、それとも料理系の学校に通うか、意見、助言ありましたら教えてくださいという DM をいただいております。寿司職人やラーメン屋を営むという夢に、賛成という立場で、応援したいという立場を明確にした上で、これから申し上げます。自分は普通科に通うと思います。なぜなら、今あなたの気持ちになって言うんですけど、好奇心旺盛な性格な感じがしてます。あなたから。なので、料理系以外の別の選択肢を吟味してから決めてみてもいいかなと思うからです。あっさりしてますが、自分からは以上です。これは余談なんですけど、もし料理系の高校があるんだとしたら、自分は東月学園に通ってみたい。アニメというかコミックの中の世界のお話になってしまって申し訳ないんですけど、直撃の相馬っていうね漫画があるんですけど、そこの学園、東月学園に自分は通ってみたいです。現役の料理の専門に通ってる方いらっしゃいますか？通ってみて思うこととかあると思うんで、もしよければコメント書いてほしいです。現役の料理人の方もしいらっしゃいましたら、業界のお話とか聞かせていただけると幸いです。皆さん、チャンネル登録するとなんと生命線が太く濃くなりますんでね。どうですか？騙されたと思ってチャンネル登録しませんか？それでは次回の動画でお会いしましょう。